どうもタムヤンです。ファミコン全ソフト実況アンタッチャブル泣きの後半戦やっていきたいと思います。クリア条件全7面クリア、映画の登場人物を探す、アルカポネを探して、こちらね、ギャングのボスロバート・デ・ニーロ出てくるんでしょうか。ネス・ウォレス・マローン・ストーンは前回集まっております。前回クリア条件満たせなかったので、まさかの後半戦いきたいと思います。アンタッチャブル、よかったらね、映画に興味があれば YouTube 他でダウンロードできるのでレンタル購入してみてください。とはいえね、なかなか手強いので、ちょっと今回は時間制限、こちら時間制限していきたいと思います。30分一本勝負いくぞ、泣きの延長。前回ね、電源消さずに残しておきました、シーン4からね、いくぞ。なんかね、早くクリアしたらタイムがアップするみたいですね。ネス、真ん中のライン、ここのラインね。よし、おっと、オッケー、交代。あ、届かない、どこだ、あ、外したー、ちょっとっと、よくないよ、あ、全然外してるちょっと時間置いたから腕なまってる。5秒、ストーンダメージ受けた。あ、1回目はちょっと様子見た方がいいと思うんだよね。これ上もいるんだけどね、上まで撃つ余裕ないよな。マロン、もう一丁いけ。オッケー、交代、ウォレス。8秒、ウォレス頑張れ、ウォレス。オッケー、まだまだいける、ウォレス。ウォレスいいよ、交代、ネス。ネス主役頑張れ。よし、15秒、あ、いいね。よし、ネス交代、ストーン、遠い、遠い、あ、遠い、遠くても撃つしかない。これ近場の方がいいよね。ちょっと上に交代、マロン、そこは無理、そこ遠い、なんとか撃った、こっち、そこ無理、あと1、あ、遠いけど撃った、18秒、いいね。マロン交代、ウォレス、よし、2体ずつ確実に外したか今。あ、遠い、あ、遠い、15も倒さないといけないの、面白くなってきたぜ。よっしゃ、もう答え、ネス11、奇数っていうのが嫌だけどね、一回外してるからね。よし、41秒、タイムをでも貯金したいよね。残り5、よっしゃ、3、ネスが頑張って最後までいっちゃえ、もう、よーし、25秒、これは大きい、ストーン交代、あ、外したー、ストーン、ストーン、もう一回いける、遠い、よし、交代、マロン、楽しくなってきた、いいね、マロン1分ある、あ、外した、マロン、もう一回いけるか、死ぬなよマロン、危ない、あ、死んじゃったマロン、嘘でしょ、マロン死んだ、討ち死にだ、3人で行くしかない、ローテーションが厳しくなる、
ネス。これはきつい。カーンって言ったよね、今。やりすぎたな。交代。ネスも無理すんなよ。交代か。ストーン。あと1。ストーン最後までいけ。25秒ある。ただ、マローンはいません。あ、ボス？なんだこいつ？交代、マロン。何こいつ、どうやって倒すんのよ。あ、ヒット3。2発ずつ当てたいな。交代、ネス。13秒、いける。よーし、マローンの仇だぜ。やりました。エリオットとその部下ギャングを返り討ち。いやー、でもマローン死んじゃったけど、どうなるんだろう。シーン5、乳母車を壁に当たらないように下まで誘導しろ。あ、これね、このシーンね、ネスとストーンが、駅でね、アルカポネの経理、会計係をね、待ち伏せしてて、で、待ち伏せしてる電車の時間に、一般市民の母親と、乳母車の赤ちゃんがね、来まして、で、赤ちゃんが階段から落ちるのをね、ネスが助けるシーンがあるんですよね。それのことだろうね。知らんけどね。え？何これ？駅での作戦、ネス失敗。1秒で死んだぞ。どうなってんの？え？もう一回？ああ、落ちた。あ、死んだ。駅での作戦、何これ？左押さないといけないのね。意味わかんねえ。落ちた。え、なんか一瞬今ベイビーっていうパラメーターあったね。いや、もう意味わかんないよ。いや、何これ。時間がどんどん経っていくんだけど。いや、で、得点は引き継ぐのね、これ。あ、これで助かったの？あ、ちょ、壁に当てたらアウトなの？あ、壁に当てたらアウトなんだ。なんだそれ。左右にちょっとずらすのか。もう、わけわかんない。いや、もう、敵よりも、乳母車だね、これ。おいおいおい。押しすぎた、押しすぎた。押しすぎた、乳母車。こうだ、こういうことだ。もうこれ無理だ。誰か助けてー。こっち、もう無理。右側にいてないけど。なんだこれ、このゲーム。で、最後ね、ストーンが助けてくるはずなの。おー、ちょっと。どんどん行こう。乳母車。行くぞ、左。あれー、いや、このハイスコアもういいわ。行くぞ。何？ A ボタンかなんか押してないといけない？これ。いや、もう嫌だ、これ。皆さんもこれ経験あるじゃない？これ。嘘だー。何度でも、いやー、操作性悪いよ。次のチャンスはいつ来るんでしょうか。スタート押してすぐだね。
よし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 、痛い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 。これ真ん中、あ、ちょちょ、こっちこっち寄せて、こっちよ、早い早い、乳母車、お前なんだ、真ん中に寄せてればいいんじゃない。あ、これでだいぶいけんじゃない。急げ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 。あ、嘘だ、真ん中は外れか。くわー、乳母車で一般市民殺しちゃったのかな今。ネスの体力はあんまり気にしなくていいよねこれ。わっ、スタート地点がこれ鬼だね。あー、ダメだ、スタート地点が鬼だな。ほい、よし来た、頑張れこの野郎。で、これぐらい、これぐらいか。あ、やりすぎた。あー、ちょっと待って、ここ真ん中はダメだ、真ん中だ。あまああんな感じなんでしょうね。あ、ベイビーの体力あるね、ネスの体力。ほぼほぼ敵は関係ないねこの面。乳母車だね、作戦乳母車。ほい、うわ、次のチャンスをね待つしかないですよこれ。スタートと同時に左押してんだけどね、なんだ。よし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 、 A ボタンかな。ああ、間違った、ダメだこりゃ、こりゃダメだ、乳母車先行っちゃった。ああ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 、おーっと、あ、意外にいけてる、このまま。これでいけんのか。あ、え、どういうこと、あれで思いっきり左に押すのか。いや、映画と違うよこれ。こんなに長くなかったし複雑じゃなかったよ。あれ放置プレイで最後左か、ちょっと進んだね、ちょっと進んだよ。でもみんな アルカポネ見たいよね。よし、行った行った行った。で、どこだろうね、先に行って、どこだこれ。あ、ギリギリいけるか、いけるな、よし、ギリギリいって、で先回りか。あー、邪魔邪魔、この人邪魔。あー、あ、そっちダメなんだ、左に思い切り行かないといけないんだね。あの人邪魔だね、通行人がね。てか自分自身は左から回った方がいいか、これで。こいつ倒してる暇あるのか、あるね。よしよしよし、で、ここでこの人邪魔。あ、この人倒しちゃったよ。あ、これ当たっちゃうな。あー、当たらなくていいんだそこ。いいよ、勝戦。あー、惜しい、惜しかったね今、もうちょっと押しが足りなかった。あれ、斜めのとこは乳母車放置してでいいんだ。 OKOK、 じゃあ最初に押してからもうずっと下まで行けるね、だいぶね。分かってきたぞ。あ、ここ、ここはもうしょうがないね、スタート。行くぞ行くぞみんな。諦めるな。あー、惜しい。最初はもうしょうがない。そういうゲームなの。これはしょうがない。これ次のチャンスを待つしかない。問題はもうちょっと押しが足りなかったっていうことだな。よし、来た来た来た、こっからだ、打ち込んで、で、急いで先に回りして、で、この人のこの人かわして OK で、こいつを倒しといて。おお、だいぶ早く来たよ。で、こうして OK。 え、今当たったの。いや、ちょっとだけだね、角に当たったか。先回りはできるようになったよ、だんだん上手くなってきてるじゃんこれ。乳母車チャレンジ。
よし、最初はしょうがないね。残り15分。あ、ちょっと遅かった。誰か代わりにスタート押してくれないかな。よし、ちょっとこれでも行き過ぎたかな。ネスほとんどダメージ受けてないんだよ。かわしてるんだよね。もう先に先に行っといたらいいんだよ。この人はかわして、あいつも倒す。オッケーで、待ち構えて乳母車を。あ、違う、間違った間違った、あ、間違った、押し間違った、くそ。同時に、おい、ダメだ。次のチャンスはいつ来る。時間が大切。タイムトライアルしております。ライブ配信じゃないのに、ノーカットでやっております。うわー、これライブでやったら盛り上がるかな。急げー、ネス走れー。ウバ車の未来の動きが分かる男、エリオットネスで、こっから左押す練習ね。あー、また空振りだ。なんだこれ。もっとちゃんと持てばいいのに。乳母車持つ取ってあるよ。ほら、これ全然銃持ってるからでしょうね、片手に。持てない。次のチャンスは、空振りしてるし。これね、ずっと、よし、来た。あ、これ押しすぎたかな。押しすぎたか、どうだ、いけるか、いけるかな。先になんか重たいもん置いときたいよね、ここにね。パズルゲームみたいに。それも当たるんだ。だから1回では押せないのか。一回押してもう一回押さないといけない感じだね。鬼の難易度だねこれ。どの銃撃戦よりも難しい。よし、私は諦めない。ウーバー車対ネス、エリオット、エリオットネスか、ケビンコスナーね。よっしゃ、いった、どうだ。もうこれ以上は勘弁してよ、これ以上は勘弁して。どう、あ、これちょっと押さないとダメだ。どうだ、どう、あ、こっち捕まった、ダメだ。え、負けたの。いやー、惜しかったじゃん今。でもあれ先に生かしたらさ、どうやって自分下に行くのよ。ちなみにこれネスこうポーズして、あ、ポーズはできるんだ。じゃあポーズ使っていこうかね。2分58秒、いろいろ超発明よ。本当はストーンが出てくるはずなんだけどな。ベイビーもネスと体力同じっていうね。あ、っていうかこれ無視して下見すればいいのかな。あー、ダメだ、上に戻せないよね。戻せないか。あー、普通力あったら持ち上げてると思うんだけどねこれ。残り10分。乳母車で負けてしまうんでしょうか。打ちまくれー。弾数制限はないみたいだねこれね。いうかこれちょっと下見しに行こうか。一回下見しに行こう。ここ行ってこう下行って、でここ
狭いとこ行くの？あ、これどうなんだろう。今のところ真ん中かな。ちょっともうちょっと時間欲しかった。操作方法もはっきり分かってないしね、これ。あ、押しすぎたか？大丈夫か？私が前に行かせてくれ。ここ斜めになってるから大丈夫なんだよね。え、あ、ここで当たっちゃうか。ちょっと当たっちゃうね。お、押して、ちょっと、よし。あ、殺しちゃったー。よし、押した。ここで、これ邪魔だ、お前。どうなってる、どうなってる、どうなってる。これ、ちょっと端に置いて、ここ、来て来て、こう来て、あ、ここで押したらいいんだな。ここに、あ、ちょ、こっちに押して。おお、ギリギリいった。どうだ。あそこ。嘘でしょ。もうちょっと真ん中行くっていうことか。いやー、またちょっと進んだじゃないか。残り9分。乳母車動画。よし。押して押してだね。メスの体力気にしてないけど。押して押してか。ここが一番難易度高いよね。しっかり押さないと。よし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 。え？今の当たったか。いやー、このスタートがまたストレスたまるね。これ3回に1回ぐらいしかいけない。コンティニューできなかったらこれ鬼だよね。一応コンティニューはさせてもらえるけど、車急げー。大丈夫だろうな、あいつ、あのウーバー車ここまで来るだろうな。おい、あ、これダメなんだ。いやー、なんかハマった、ハマってるな。さっきどうやってただろうな。もう一回チャンス回ってくるか。時間がないよ。一体もう何回死んでるんだろう。よし、いった。チャンスを作れ。こいつ相手にしてる場合じゃない。私はウーバー車で忙しい。こいつ早めに倒して、よし、心の準備はできたけど。よし、こう2回押した、いいよ。あ、こいつ邪魔、通れない。くわ、急げ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 。これこっちかな。あ、違うな、こっちでいいのか。あ、そこ当たんの。いや、だいぶあの間が空いたからコースを忘れちゃったよね。残り7分、チャンスはあと5回ぐらいは、いや7分、1分に1回はあるでしょ。あと7回もあれば十分だ、多分な。さあ、ここ2回押さないとダメなんだよね。よっしゃ、1回でいった。こいつが邪魔で通れないんだよね。で、左に押した方がいいか。左に、もうちょっと左に、左端まで押しちゃえ。左端まで押して、で、次は、あ、これ、あ、嘘でしょ？これ以上詰まっていけないの？それはひどいよ。端だと、いや、もうちょっと、嘘だ。もったいない。押しすぎたらやっぱダメなんだ。シーン6と思ったら5なのか。さっきから6って言ってた気がするけど。すげー、ウーバー車を守るボディーガード。
体力ゲージはほぼほぼ関係ない。おほーい、あーそれ当たんのか。残り5分、奇跡を起こせ、ウーバー車を救え。5分あれば5回はできる。ここをね突破したいよね。当たんない。さあここ、ああー押しちゃった、自分で押してる。あと4回はチャンスあるよ。急げ急げ急げー、エリオットネス防弾チョッキ着てんのかな。弾当たってる気がするけどね。あのおじいさん、途中にいるその人を助けてくれればいいのにな。よし、いたいたいた。これちょっと右に押しといた方がいいかな。あ、大丈夫だね、これ。これならいけるな。いけるよね。ダメなのそこ。通さないとダメか、やっぱり。残り4回か。早く早く。あ、いやいや、焦るな。焦る気持ちはわかる。エリオットネス。集中集中。ウバグルマのことだけを考えろ。人生で一番ウバグルマのことを考えている、この時間。確かに映画原作でもあったウバ車はちょっと違うけどね、だいぶ。よし、いった。え、これこいつで邪魔になってるの。よし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 、邪魔だ邪魔だ。あ、こっちこっち、よし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 。で、これでここ入って、ここにこう、ここでどうですか、ここ。あ、違うのか、そこ。道間違った、矢印のとこだね。いや、そこ難しい。残り3回、チャンスはあと3回。エリオットネス、もうここは主人公ネスの独壇場なんだね。ケビン・コスナー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでね、ウォーターワールド行ってる人はね、出るんじゃないですか。どうですか、ケビン・コスナー。先に道をこう端に送って、でこいつを倒して、ちょっと押す。よし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 。あ、あー、ダメだ、詰まった、くそー。さっきと同じとこだ、これ。諦めよう。もうちょっとか。あいつ倒した方がいいな。早め早めに行かないとダメだね。残り 2回。もうそろそろなんか終わりそうな気がするんだけどね、あそこ。あと2回。集中集中。あれ、これ、ちょっとこっちか。あ、やばい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 。あ、何してんの。ラスト1回か2回だね。普通に来るはずだ、ここは。そこは信じろよ。さあ来い、ウーバーグルマちゃん。私と共に行けよ、行け。よし、よし、先に行って敵を倒す。それが俺の仕事。ここはこっちにこうして先に行く。あ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、ちょ、あ、これ、これ、違う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 。あ、詰まった詰まった。危ない危ない危ない。あ、私が倒したのな、そのパターンあんの。くわー、ラスト1回。1分を切りました。
ほぼほぼダメージ受けてるけど死にはしないんです。先に行っておきたいっていうか、もう自分で押していきたいなぁ。もうウバ車の護衛だ。ここは一回左押して、よし、ここ、あ、押しすぎた、押しすぎたか、ここじゃない。残り9秒。時間となりました。泣きの延長、あとワンチャンス。ウバ車、いやもうだいぶ覚えたのにね、覚え消えだねこれ。こっから押しまくって、あー、もう泣きの延長だ。まあ一応締めておきましょうかね。クリア条件全7面なんだ。だから今5面か、あと3面。難しいんでしょうねこの先もね。クリア失敗ということで、もうちょっと残業したいと思います。興味のある方はちょっとね、最後まで見てください。くー、納得いくまでちょっとやりたい。もう無言動画になりますよ皆さん、こっからは。いや映画ね面白かったんですよね。これゲームプレイするにあたってちょっとね見てみようと思ってね、一人で見たんですけども、映画面白かったね。でどうするんだったっけ、これちょっと左にやって、でこれ当たらないよね。よし、いけるいける。でここ、こいつを倒して、あーダメかー、そこ、あそこ一番むずいね。偵察したいわー、あそこむずいわー。ストーン出てきてくれないのかな。ここも難しいけどね。うわ、ほら難しいねこれ。幅が遠いんだよね。もしかしてルートが間違ってる可能性もあるよな。もっと真ん中、簡単なルートないのかね。真ん中って何なんだろうねここ。でも多分アウトになるんだろうな。よし、急げ急げ急げ。あ、またやりすぎたやりすぎた。あ、癖だねこれ。ちょっとだけ押せばいいんだあれ。おまけ動画、私が納得するまでやりたいと思います。次の目を見せられるのか、果たして。期待せずに待っていてください。
ほい、つわー、残りタイムが2分39秒もあるのが気になるな。そんなに3分もこれ遊べないよ。止めてもね、ダメだろうね、戻れないからね、上に。ここは行ってもダメだしね。え、どうするこれ。左だね、左にやって、このまま、あ、このここだったらいつもまま行ける。よし、あ、ちょ、邪魔邪魔、こいつを倒して、ここを、あ、行き過ぎたか。あ、惜しいまた惜しすぎた。あそこ行き慣れてないから、大チャンスだったのにな。今大チャンスを逃したな。落ちすぎたか。大丈夫か。大丈夫そうだね。あ、アウトになるかなこれ。おお、いける。おお、ちょちょ、おちょ、おーい、だやー。くそ。だいぶ。コンティニューは慣れてきたけどね。押しすぎたかこれどうなる、アウトか。いや大丈夫だね。ちょっと左寄ってるけど大丈夫かなあ、ダメっぽいね。あ、ダメだ、こっち。よし、これなら大丈夫だろう。嘘でしょ、あの人で詰まってんの。あの人やる、殺すしかないのか。よし、急げ急げ急げ。余裕がないんだよね。ちょっと押して、で、ここはそのままいける。あ、ここで、ここ、ここ、あー、ちょっと、わー、ちょっと押すの失敗したか今。うん、ものすごい微妙なタッチだねこれ。スタッフ、誰か助けてほくでースタッフはいません。あの人倒してもペナルティーはないもんね、通行人の。よし、で、ここでちょっと助かないといけないんだけど、あ、よし、当てた、当てれた。よし、で、ここでこれぐらいか、矢印のとこどう、あ、矢印のとこ行ってるじゃん。もうちょっと右ね、矢印のちょっと右、覚えました、矢印のちょっと右。マーカーつけときたい。 いやマーカーついてるんだけどね、矢印っていう下矢印なんだよ。ちょっと左寄りだったのかな、マーカーより。ちょっと右寄りね、マーカーの。あ、ダメ、このタイムロスやだ。延長も10分経過。あ、押しすぎた。押しすぎたか。押しすぎたか。これぐらいにしとこうか。早い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 。あ、押しすぎてる。こんなもんかな。あ、当たる？あははー、もう。最初にいじったからだ。よし、これぐらいだい。あれ、ウバ車、母親がちゃんと見とけよ。
ていうか昔はエレベーターとかね、エスカレーターとかなかったんだね。あー、これ詰まっちゃった。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ネスの体力、あんだけマシンガンで撃たれるとさすがにだね。あ、これそのままいけそうだけどね。ちょっと押しとくか。あー、これちょっと大丈夫。あ、これはきつい。いよ、いや、それはちょっと、もう、あそこに敵がいるのから余裕を持っていかないと無理だね。100回ぐらいプレイしてんじゃないの？知らんけどね、数えてないから。さあ来い。よし、倒す。敵を早めに倒す。これも思いっきり左にあって、のけのけのけ。あ、ちょっと遅れたな。よし、これぐらいでどうだ。おーし、来た。よし、これどっち。あー、ちょっとちょっと進みましたね。今の道は真ん中かな。真ん中にっていうことは先に回りして左にネスがいないとダメなんだよね。あの先の道を見たいよね。このポーズして上下で動かせればいいのよね、ロードランナーみたいに。あ、押しすぎたか。これこれぐらいで大丈夫かな。もうほったらかしでいこう。ダメなら終わるな、これ。よし、来た。左ちょっと押して、ここでね、待ってないといけないのが嫌なんだよね。ここがちょっと時間ロスなんだよね。こいつを、あー、倒しきれない。よし、これで、あー、押しすぎたか。あー、行ったけど私置いてかれた。私置いてかれ、うわー。だいたい後ろから押すのに前に行かないといけないっていう、理不尽すぎるよね。ストーンがいるはずなんだけどな。ポーズポーズしてもストーン出てこないよね。セレクト押してもね。あれ、おーい、あー、失敗。すー、ストレスたまるゲームだね。おまけ動画ですからね、皆さん。ストレスの塊だ。行くぞ。よし、押した。いける。銃撃戦の方が楽しかったな。ここで早めにこっち押しといて、もう急いで先に自分は行くと。ちょっと早めに、よし、で待ち構えて、これぐらい、よし、よしよしよし、ギリギリで、ここでこっちに押す。よし、初めて来た、初めての。よし、このまま決めちゃえよ。いいよいいよ。あ、これどっちだろう。真ん中かな、真ん中。危ない。あ、嘘。ちょっと階段で速くなった。くそー。まだ先あんの、あそこ。いや、ちょっと進歩した。何この、ちょっとだけ進歩する感じ。もうここは普通に行けるよねみたいになってるから。ここ難易度高いよ、これ。ほらー、
さあ無言になってきました。あ、これ当たっちゃうな。ちょっとこっちにしないと。よし。あー、いつで詰まった。これも早めに押しちゃって、こいつを早く倒さないと。よし。でここで待ち構えて押す。よし、いいよ。でここを押す。よし、次どこだ。ここを押す。よし、のけ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 。ここどうすんだったっけ。次、あ、こっち、どうしよう。左にしよう。左。よし、クリア。やった、もう最後だったじゃん。駅で赤ん坊を救う。いやいや、おまけ動画の皆さん、なんとかクリアできました。シーン6、フリーザホステージ、チャンスは一度だけ、茶色の服の男の頭を打ち抜け。本番ボタン B、 練習ボタン A。 あ、本番今失敗だったのか。茶色のやつの頭を打ち抜く。もう一回練習させて。練習なんなのこの手は。練習、どんどん練習しよう。人質に取られてんだよねこれ。要はうえ、手なんか疲れてんのずっと手維持しようよ。打たずに行こうか。上、手を上に上げるのが一瞬しかできないんですよね。ダメなの？その一瞬で打つっていうことだよな。今練習しかやっておりません。あ、人質打っちゃった。おっしゃー、やったっていうか練習がやっと終わったのか本番いきますね。あ、これね、そうそう、なんかシーン6、ま、あのもうちょっと練習をしようなんかね、おー、いいね。だ、練習で3回いけたら、おーしよしよし、もう本番いこう。あ、時間切れ嘘でしょ。商人の会計士、ギャングに殺される。練習では3連続当たったのにビビりましたね。どっから、また乳母車。これは無理だ。最後までご視聴ありがとうございました。おまけ動画、鬼の鬼ですね。シーン6、シーン7までがこのゲームなのでね。練習3回成功して本番成功しないというか、ビビって銃も撃てなかったっていうね、一発目で決めないといけなかったね。練習5回した方がよかったなしかも1回失敗したら、まさかのシーン6コンティニューなしで乳母車からやり直しって、もう地獄だよねレトロゲームらしさを
久しぶりに味わいましたアンタッチャブル。最後までご視聴ありがとうございました。次回のファミコン全ソフト実況もお楽しみに。さよなら。